イムチャンネル始まるよ。さあどんどん行ってみましょう。さあこちらからね、海水魚となるわけですよ。さあ海水魚コーナーですね。このね、この加茂水族館っていうのは実はあの140種類ぐらいのね、この日本海、この庄内浜でね、これいわゆるこの魚たちが泳いでるっていうことになっております。すごいですね、うん、なんかエイの主張が激しいんですけど。すごいね、これ。かわいいですね。ほらこっち見て笑ってますよ。ほらかわいい、笑ってますよ。ちょっと山科さんは気持ち悪いからやめてくださいよ。エイは可愛いけど山科さんが気持ち悪いから、ちょっとカットでお願いします。これ見えてるんですかね、我々。これいや見えてると思いますよ。いや海が欲しいですよ。すごいですね。ちょっと何いるか見てみましょう。海ね、すごいですね。結構ね、馴染みの深い魚も結構いますね。いますね。この辺では今の季節はやっぱりハタハタですね。そうですね、ハタハタだったりね。あとはやっぱりまだね、スズキなんかも釣れますしね。まあね、三平さんはもうあの釣り大好きじゃないですか。私は1年の半分海にいますから。そうですよね。もうこの辺のこの辺は挑戦したことあるんですか。これこの辺はですね、釣れるものは釣れるんですけどもね、スズキとかね、あのクロダイとかこの辺はね、よく見ますよ。キジハタですね、これ。日本海側の高級魚、キジハタちゃん。高級魚なんですね。逆に私のブリの主張が激しくて隠れちゃったんですけど。私が勉強してさせてもらってる感じがします。ほら、かわいいですよ。寄ってきてますよ、これ。あらあら。さあ、また行ってみましょう。じゃあ、おっと、こちらは何ですか、これ。クロダイ、タカカマス、キュウセン、ベラってやつですね。ミジナ、アサバ、シロギス、ホウボウ、シロメバネ、アサゴ。アサゴ。この辺は結構馴染みのある魚が多いですね。そうですか。やっぱカサゴなんかはでも美味しいですよね。なんかサバ可愛いですよ。ホウボウが今ちょうど来てね。ほら、サバ早いですよ。サバが痛むの早いんだ、これ。泳ぐのも早いしね。痛むのも早いよ。あなた、そういう話しか出てこないんですけど、なんかなんかうんちくないんですか。うんちくなんかないですよ。食べ物のね、美味しいイメージしかないんですけど。でもこれだけね、いるんですね、やっぱり日本海にもね。あ、カマスも来てますよ。じゃあどんどん行ってみましょう。行きましょう。さあ来ました。ここはマジですね。ウマヅラハギ、カワハギ、オニオコゼ、カサゴ、チダイ、マアジ、メジナ、ニザダイ、ハリセンボン、アミモンガイ。この辺から少しね、馴染みのない魚も出てきますね。ちょっとね、わかりますよね。これ目真っ白ですけど、見えてるんですかこれ。見えてますよ、ちゃんと。すごい、アジの主張が激しい。アジってこんなにあれなんですか、黄色なんですか。そうですよ、アジ結構黄色なんですよ。まあ、どっちにしろまだ美味しそうな感じしかしません。それは私も思ってました。あ、これほら好きなんじゃないですか。来ましたね、これオーリイカですよ。オーリイカ、イカ釣りに行きますからね、サンペさん。そうですね、私がよく釣ってる子はね、可愛いんですよ、これ泳いでる姿。今飼育員さんがこれ餌やってくれてるのかな。あ、これちょうど餌付けなのか拾ってるのか。ゴミを掃除してるだけなのかな。食べちゃったのかな、もう。ああ、行っちゃった、これ餌。まあね、あのイカはあの小魚食べますからね。これもやっぱりあれですか、アジとかですか。まあ小魚は全般ね、これは、ね、なんだろうな、やっぱりイカ好きなんですね。あ、可愛いですね。よっぽど好きですね。食べるのも好きだしね、釣るのも好きですし。ちょっとグロいですね、こちらの魚は。この辺はホッケですか。
さあ次行ってみましょう。さあ、いいですね。さあこれは何ですか。白鮭。鮭なんです。鮭のね、子供ですね。川で孵化した後、海に行った状況ですね。イオンって聞いたことありますよね。この状態をイオンって言うんですか。へー、初めて知りました。たまに最上川でね、さっきの季節になりますと、ちょっとね、もう真っ白くなった鮭がね、漂流してくることがあります、ね、そうですね、たまに ねたまにこんな感じでね、もうね、産卵し終わってね、産卵し終わってもう力尽きそうなね、もう毎年ね、季節の頼りとしての、ね、まあ、そうですね、風物詩みたいになってますね。さあ行きましょう。そうですね、マシアンさんもぜひ中ね、挑戦してみたらいいんじゃないですか。海挑戦企画もなかなかいいんじゃないですか。そうですね、なんか今度ね、これなんか資格かなんかいるんですか。これ今度漁師さんのお手伝いみたいな感じでね、そういうのゆくゆくやっていきたいじゃないですか。漁師さんのお手伝い、そうですよ、簡単にできるもんね。ただね、一緒に教えてもらいながら体験ということ で朝があまり得意じゃないから。それ酒飲みすぎですよ。それストロングの飲みすぎですよ。ストロング言わないで。さあ次行きましょう、はい、なんかイカスミとタコスミ。イカスミとタコスミ何が違うの。イカもタコも外敵から見ようと。分身のように見せかける海産塩爆のように広がる。これはイカスミで書いてあるわけですね。そうみたいですね。タコスミみたいですね。全然スミの種類が違いますね。違いますね。色の濃さが全然違うんですね。なかなかこういう体験もできませんね。そうですね。ほら、いますよこれ。これね、ミズダコ。マヒトデ、エゾヒトデ。気持ち悪いですね。黒ソイ。見てください、これ、ほら、水だこのサイズ。これ、何ですか、これ。カーテンじゃないですか、山下さん、顔比べてみてくださいよ、ほら。そんなに変わんないかもしれない。でかい。山下さんの顔もでかい。でかい。これ、美味しいんですかね、これ。まあ、味の方はお察しということで。そういう感じなんですね。ほら、この下にいるね、可愛い子たちの方がね。この黒ソイっていうのは高級魚ですから。いいですね。まあ次行ってみましょう。あ、これちょっと紛らわしい魚が出てるんじゃないっす。左ヒラメに右カレイ。ヒラメカレイ。これね、向きが違うんですよね。これね、そこにいますけど、これ顔なんですね。これそうですね、顔の向きが違うんですよね。ちょっと自分曲がった顔してますけど。可愛いんですよこれが。ほら上か。ほら登ってきますね。行きますね。あ、顔出すんですかこれ。一回も顔出しましたけど。そう、空気を吸いに行ったんじゃないですか。結構ね、こんな顔してね、魚食べるときはものすごい口でっかくなんですよこれ。いいですね、いいですね。あそこの奥にいるやつもすごいですね、顔が。なんかこの獅子舞みたいなね、岩に同化しちゃってますけど。そうですね、ちょっと見づらいんですけどもね。さあどんどん行きましょう。なかなかね、馴染みのなさそうな感じですね、この辺は。これはもうあれなんですか、深海なんですかこれ。どうなんですかね。結構深そうなところに住んでそうですけどね、スケトウダラなんかは特にね。でもさっきから私がエスコートするはずなんですけど、こっちエスコートされてますから。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。